皆さんこんにちは、デパ地下グルメ前園調査隊のナオです。今日は博多名物明太子の新しい楽しみ方を提案してくれる博多からし明太子うまかにやってきました。こんにちは。こんにちは。こちらにはちょっと変わった明太子があると聞いたのですが。そうなんです。あごだしを使った明太子をベースに15種類の明太子を揃えた明太玉手箱というのを販売しております。今までにない明太子、楽しみです。早速調査したいと思います。こちらが当店人気ナンバーワンの梅明太です。紀州の梅の梅肉と、明太子を和えたこだわりの商品になります。梅と明太子、これはご飯ですよね。いただきます。明太子の辛さと梅の酸味がちょうど良いバランスです。ご飯にとっても合います。次にわさび明太をどうぞ。茎入りにすることでわさびの風味をしっかりと味わっていただけます。これもご飯でいただきます。ツンと鼻に抜けます。これは癖になりますね。3つ目は、バジルオリーブ明太です。こちらは当店女性スタッフが考案した洋風の明太になります。バケットで食べていただくのがおすすめです。今度は洋風ですよ。バジルの風味がすごく口いっぱいに広がります。結構塩気が効いていてパンにとってもよく合いますよ。他にも何かおすすめの食べ方はありますか？はい、今回紹介しました3種類には、ご飯の他にも美味しいおすすめの食べ方がありまして、梅明太は、お野菜スティックや明太パスタに、わさび明太は、お茶漬けやかまぼこにのっけてお酒のおつまみにおすすめです。そして最後にバジル明太はパスタに混ぜることで美味しい明太パスタをすぐに作ることができます。いろんな楽しみ方ができるんですね。博多からし明太子うまかの明太玉手箱、15種類のいろんな味が楽しめるセットになっていますよ。ぜひ阪急オンラインショッピングでお取り寄せしてみてくださいね。以上、デパ地下グルメ萌え物調査隊でした。